あの女の居所を知っているそうだな。やれるな。 兄さん、そんなに会長が怖いのかい。赤澤工業の幹部ともなるとそれほどまであいつの機嫌取ってなくちゃ生きていけないのかい。今夜限り赤澤工業を引かせていただきます。お前とはやり合いたくない。 しかし会長の命令とあれば今度会う時は敵味方かもしれんな。私は一言で全部通じ合っていったな。どうしてもコルダさんとぶつからなきゃならない。ブレーキが効かなくなった車は坂道を転がっていくようなものになって止めようはないんだ。あんたの飼い犬なんかじゃいたくねえんだよ。 もちろんね、奴らもやる気なら落ちたって。ちくしょう。殺し屋はもうたくさんだよ。